はい、フローチャート漢方薬治療2173ページ、子どもの項目が始まります。フローチャートは子どもの常備薬に魔王湯というものです。症例は8歳、年齢相応の女児、ね、体格はね、学校から帰宅し38度台の熱がある。本人は子どもの頃が漢方を飲んでいるので、熱があれば自分から魔王湯27を率先して飲む。飲む分量は半分、ね、数時間おきに飲んで布団で寝て、そして汗をかいて元気になって翌日には学校に行くと。これはまあうちの娘ですね。うちの娘はもう6ヶ月の時から魔王湯を飲ましています。今16歳になりましたけども、今まで学校は3日しか休んでいません。3回じゃありません、3日です。ですからだいたい次の日が元気になるんですね。ごく稀に1日伸びることがあります。3日しか休んでませんからインフルエンザには当然かかっていません。だいたい魔王湯をガンガンガンと飲むと地頭って汗をかいて治ると。それを繰り返しているんですね。まあ年に数回は38度ぐらいのね、発熱っぽくなっていますので、まあ、結構魔王湯はご利益が多いと思っています。魔王湯は杏仁魔王経皮甘草です。魔杏甘経湯、ね、魔杏甘石湯、ね、魔杏翼甘湯とかありますけども、それに合わせるとっていうかね、魔杏甘経湯だと覚えると魔王湯分かりやすいですね。魔王杏仁甘草石膏と、あ、魔杏甘経湯ね、魔王杏仁甘草経皮。さて、生薬のポイントです。僕は魔王湯27を魔杏甘経湯、ね、魔杏甘石湯の石膏経皮に変えたものとして覚えています。魔杏翼甘湯78の翼維仁を経皮に変えたものといっても同じです。一匹が10と28は石膏魔王宗術大宗甘草小経で、ね、大宗と小経は昔の家庭に食材として常備してあり、どの漢方薬にも加えたそうです。すると一匹が10頭は魔王湯から経皮と杏仁を抜いて石膏を宗術、ね、石膏と宗術を加えたものとも言えます。まあものの考え方はいろいろなんですけども、結構生薬構成数が少なくて、特に生甘論はそんなに多くないんですね。魔王湯は4種類の生薬からなっているとご理解ください。レベルアップ。子どもの常備薬は5037番、生研中途99番、そして魔王湯の3つとしています。松田邦夫先生は2つでいいんですね。僕が発熱で対応する魔王湯に対して、それは全部17番の503で対応していますから、503と生研中途の2つで十分だとおっしゃいます。僕は我が家の娘が魔王湯で結構元気なんで27も加えています。魔王剤は発熱時にすぐに治せる可能性があります。発熱時は503でも確かにいいんですが、魔王が入っていないので、ね、魔王に比べると治る時間が少しかかると思っています。魔王湯の保険病名は以下です。感冒、インフルエンザ、括弧初期のもの、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉、哺乳困難となっています。はい、ということで魔王湯、ぜひ子供さんに利用してください。子供は基本的に実証ですから、間違って一方飲んでも、ね、幼い子が全く問題ないと小児科の坂崎先生に教えてもらいました。基本子供は実証です。魔王に強いですから、ガンガン飲まして大丈夫です。173ページ、子供の常備薬には魔王湯というご説明でした。以上です。